ミシュランガイドウェファチャンピオンズリーグ編。ボンジュアサッカーキングチャンネルのミシーです。今回は1819シーズンのウェファチャンピオンズリーグ主要クラブからユベントスを紹介します。まずはクラブの概要です。ユベントスのホームタウンはイタリア北部に位置するトリノです。自動車や航空関連の工業が非常に盛んな街でして、メディア産業の都市としても知られています。クラブは1897年に創設されました。ホームスタジアムは2011年に完成したアリアンツスタジアム、約4万1000人を収容することができます。ユベントス出身のレジェンド選手はたくさんいるんですけども、まあ、中でも欠かせないのはデルピエロかと思います。まあ、ユベントスでは10番を背負いましたし、まあ、彼は親日家としても知られています。まあ、今年の9月にも日本に来日する予定となっています。そしてまあもう一人は元チェコ代表のネドベドです。まあ、プレースタイルは非常にまあ運動量が豊富なハードワーカーでした。現在はユベントスの副会長を務めています。ユベントスは現在セリアを7連覇中です。セリアは通算34度制しています。チャンピオンズリーグも一度優勝したことがあります。次に1819シーズンのスカットを紹介します。基本布陣は 4-2-3-1 の布陣となっています。まあ、ユベントス今シーズン最大の出来事は、まあ、こちらキープレイヤーにもつながるんですけども、やはりクリスチアーノ・ロナウドの加入です。クリスチアーノ・ロナウドと言いますと、まあ、レアルチャンピオンズリーグ史上初の3連覇、まあ、間違いなくクリスチアーノ・ロナウドの功績だと思いますし、個人としても6シーズン連続でチャンピオンズリーグの得点王となっています。まあ、ユベントスと言いますとコンスタントにチャンピオンズリーグでは結果を残していますし、一昨シーズンには決勝にも進出しました。まあ、しかしながらタイトルにはあと一歩という状態が続いています。まあ、23シーズンぶりのビッグイヤー獲得のための、まあ、ラストピースと言っていいでしょう。まあ、先ほど紹介したこの 4-2-3-1 の布陣なんですけども、まあ、これはちょっと今暫定的なものとなっています。というのもやはり、まあ、今シーズンクリスチアーノ・ロナウドが加入しまして、まあ、彼はまあ現在レギュラーとしてプレーしていますが、まあ、ユベントスにはもうすでに世界トップクラスのアタッカーたちがいます。クアドラード、ベルナルデスキ、マンジュキッチ、ドーグラス・コスタとたくさんいる中で、まあ、これまでユベントスの顔的存在であったディバラにちょっと注目してみたいと思います。まあ、ディバラはセリア開幕戦はフル出場を果たしましたが、第2戦は主将なし、第3戦は途中交代でプレー時間わずか10分間でした。まあ、クリスチアーノ・ロナウドと言いますと、まあ、テントリアというイメージがあるんですけども、まあ、がっちりしたセンターフォワードのタイプという感じでもないので、彼をどこに置くかっていうのに少しアレグリ監督は頭を悩ませているのかもしれません。まあ、現在はディバラの使い方というところが未だ固まってはいません。まあ、しかしながらクリスチアーノ・ロナウドとディバラ、この2人が噛み合いますとユベントスの攻撃はより迫力が増すと思います。クリスチアーノ・ロナウドが加入した一方で、まあ、クラブのレジェンドであったゴールキーパーのブッフォン、そしてミッドフィルダーのマルキジオが退団しました。ブッフォンとマルキジオと言いますと、まあ、クラブの歴史を知る、もう本当ピッチ内外で非常に影響力のある2人でした。まあ、その2人がいなくなったんですが、まあ、ユベントスとしてはまたこれからタイトルを取り続ける、まあ、新たな歴史に入っていくかと思います。まあ、その中で期待されるのがキャプテンを務めるケリーニであったり、まあ、年長者のバルザーリ、そして戻ってきたボヌチ、まあ、この辺りがチーム内外でどういう風な振る舞いを見せていくのか一つ注目です。まとめ、チャンピオンズリーグ男クリスチアーノ・ロナウド加入、宝石ディバラをどう使う、ユベントス新たなサイクルへ、以上をもとにミシュランガイドの評価を発表します。ユベントスは星5つです。先ほども話しましたが、チャンピオンズリーグ優勝まであと一歩のところまで迫っています。まあ、そういった中でチャンピオンズリーグ優勝を知るクリスチアーノ・ロナウドの加入というのは非常に大きいかと思います。なのでここは星5つとさせていただきました。現在33歳のクリスチアーノ・ロナウドはユベントスと4年契約を結びました。まあ、33歳と言いますとまだまだ先あるかなとは思うんですが、まあ、比較的キャリアの終盤にも入ってきています。まあ、ユベントスとしてはまあロナウドがトップである状態で、ここ4シーズン以内にはチャンピオンズリーグ優勝をしたいというふうに思っているはずです。そのチャンスが今シーズンはぐっと高まったと言っていいでしょう。ユベントスはグループ H に入り、マンチェスターユナイテッド、バレンシア、ヤングボーイズと同組となりました。やはり注目なのはマンチェスターユナイテッドとの一戦です。ユベントスとマンチェスターユナイテッドは第3戦と第4戦で対戦します。1819シーズンからウェファチャンピオンズリーグの試合はダゾンで独占中継、ライブ中継のほかハイライトや見逃し配信もあります。ぜひダゾンで世界最高峰の戦いを追いかけましょう。ミシュランガイドウェファチャンピオンズリーグ編、今回はユベントスを紹介しましたが、皆様いかがだったでしょうか。まあ、今シーズンクリスチアーノ・ロナウドが加入したことによって前線の選手層が相当厚くなりました。まあ、レグリ監督もここは非常に悩ましいところだと思いますが、ぜひね、皆さんの最適な前線の組み合わせなんかもコメント欄に書いていただけたらと思います。そしてチャンネル登録やこの動画の高評価もお願いします。これであなたもユベントス。以上、サッカーキングチャンネルのミシでした。チャオ。そんなにすごいのか、チャンピオンズリーグは。まさに世界最高峰。じゃない、誰だ。チャンピオンズリーグもダゾン。
しかもお値段そのまま。つまりワンパッケージ、おいしい商売の邪魔をするな。おいしい、あ、いや、はじましてチャーンピオンズリーグ。ついにチャンピオンズリーグも時代を変えろ。ダゾーン。